ナリストで BS11 解説委員、二月博隆さんですね。二月さん。おはようございます。もう、色とよろしくお願いします。二月さん。はい。内閣支持率急落。そうですね。やっぱり、あっという間という感じです。どうやってこれから、まあ 30% 台前半で各メディアが報じてるんですが、どうやって上げるのかっていうことが、安倍さん頭悩ましてるって感じですね。ですよね。はい。今日はあの二月さんもいらっしゃった日刊現代などはですね、はい、やっぱりなかなかこの国会にも応じないような首相でいいのかと厳しい見出しが出てましたよ。そうですね、はい。まあ、あのこれから応じる、あのいろんな形で応じるということで、なんとかやっぱり応じた上でそれで、内閣改造で新しい顔ぶれでということを考えてると思いますけどね。なんかね、一方、はい、あの夕刊フジの方はですね、はい、萩生田さん交代、小泉進次郎氏、はい、官房副長官大抜擢なんていう見出しが出てるんですが、はい、これはまだ決まったわけじゃないんですか。まだ決まったわけですね。しかしでも小泉さん入りますかね。いや、私は入らないと思いますね。少なくとも例えば副大臣とかですね、そのクラスでは入ると思うんですけども、なんせ当選3回では早すぎるという。ああ、そっか。大臣適齢期っていうのは当選5回から6回なんですよね。そうなんですか。今自民党の中でこの入閣適齢期と言われている人たちが50人ぐらいいますから、それを人気取りで小泉さん、進次郎さんだけ挙げると、党内でおいおいおい、我々はどうすってくれるんだよという声が上がってしまうというですね。でもそんなこと言ってられないような気もしますけどね。まあ、そうですよね。まあ、それからもう一つ今日話題になっているのは、あの民進党蓮舫代表の、はい、二重国籍ではないという資料を18日公開することが明らかになったんですが、はい、まあ、この戸籍等の開示を要求する声も上がっていますけど、そこまでする必要もないじゃないかという声もある。この辺はどう見ますか。そうですね。いや、まず不思議なのはですね、はい、なんでこの話が出てきたかというと、民進党の都議選の敗北、まあ、負けたことについてどう総括するかっていうことで、いや、そもそも蓮舫さんの二重国籍問題がずっとくすぶってるからだっていう、ちょっと待って、それで負けたわけじゃないでしょ。全然ね。だから民進党の人たちがけしからんっていう、蓮舫けしからんっていう人がいるんですが、分かりました、じゃあ誰ですか、次誰ですかっていうと、いやいや、それはみたいなこと言うんですよね。だからこれ、まあ、蓮舫さんがそれ二重国籍の問題についてこう公開するっていうことになったんですが、はい、それはそれの問題であって、都議選の総括の問題とは別ですからね。そうですよね。だから何を総括したいのかなって。むしろその、まあ、安倍さん追及、要するに、全部小池さんに持ってかれちゃったわけですよね。はいはいはい。そうすると民進党に何が必要なのかっていうと、自民党とも違う、あるいは小池さんとも違う新しい民進党の旗を立てるかどうかなんです。この国どうしたいのかっていうですね、ずっと敵質、相手のエラーだけで議席を伸ばすみたいなことをやっててもダメだっていうことを総括しなきゃいけないんで、蓮舫さんが悪いなんていう話をして、じゃあ、まあ、戸籍を出すかどうか議論があるんですけれども、それで何、党勢、党の勢いが伸びるわけっていうですね、全然総括の仕方がなんか違いますよね。そうですよね。まあ、そんな中、あのいわゆる民進党の、ね、 顔、 はい、まあ、顔でもありました、その細野豪志さんがですね、はい、もう出ちゃって、いわゆる小池さんの方に行っちゃうんじゃないかっていう話も出てきましたね。はい、そうですね。だから、まあ、小池さんのところに、まあ、国会議員でいうと大体5人ぐらいいるということになると、多分年内にですね、国政っていうことになると思うんですよ。はい、だから、国民ファーストの会じゃないかとかっていうのが出てるんですが、まず、会派、院内会派ってやつですね、5人ぐらいで院内会派を作って、そこで寄せていこうということになると思うんですけれども、はい、まあ、あの細野さんにしても長嶋昭久さんにしてもポロポロと出ていくんですが、逆にここで踏ん張ればいいのにっていう、ね、うん、だからその辺がなんかよくわからない。そこはやっぱりあの統率力のなさ、ちゃんと議論しないと、確かにあると思うんです。もう議論しちゃった方がいいと思うんですけどね。いや、民進もここで踏ん張りどこなんでしょうけど、なかなかあのいい話は聞こえてきませんもんね。そうなんですよね。だから蓮舫さんで行くって言ったら、私10年ぐらい蓮舫で行くんだよっていうふうに決めてですね、うん、やっぱり例えば安保の問題とか原発の問題ってとことん議論する。で、民進党は議論すると割れちゃうと思ってるから、
なんかこう、なんか家庭内離婚の夫婦みたいな、本当に愛してるって聞いたら離婚しそうだから、あの聞かないようにしようみたいなことやっぱり一回とことんその家庭内離婚するかどうかは別にする、夫婦はとことん話し合って将来私たちどうするのって話をしないといけないのに、なんか国籍がどうのこうのってお父さん足が臭いよみたいな話をしてるみたいな全然トンチンカンだと思いますけどね。まあ、だけど本当夫婦でもね、あの松井さんと船越さんみたいになったら最悪になりますもんね、はい、あれは、すいません不謹慎だけど面白いですよね、あの二人いやなんかね、他人のなんかこうね揉め事ってのはねあれなんですけどもね、いや僕も二人存じ上げてるんでちょっと収まって、そろそろ収まってちょうだいと思いますけどね。俺どこまで行くんだろうというですね、なんかすいません、すっげえ興味本位でこの二人見て本当に本音を言っていただいてでも僕はあの怖かったのは千葉の老人ホームの睡眠剤、眠剤ですね、はい、混入疑惑、うわちょっと怖いですね。何なんでしょうね、あの被害、あの容疑者は。うん、だからあの私よりも他の人が可愛がられてるからって今のところ動機をそういうふうに言ってるんですけど、私は怖いのはですね、この施設他にもあると思う、睡眠導入剤が保管されてて、それをあの准看護婦の肌の容疑者が管理してたという、一人だけこれを管理してる怖さってありますよね、うん、管理する人はこういう変な人だったらパンパン入れられちゃうという本当ですよ、ね、怖いですね。いや二月さんありがとうございました、はい。